こんにちは、ブルーホースです。今日はチャレンジいっぱいしましょうよっていう話ですね。まあ、失敗できる環境づくりということなんで、今日はどちらかというと、まあ、とある組織、まあ、会社とか部活とかに関して、マネージャーとか部長とかキャプテンをやっているような人たちに向けて、一つ、まあ、ヒントになるような動画になれば嬉しいかなというふうに思います。で、失敗を恐れるな、なんていうふうにね、よく言われたりするんですけど、成功者は語りますよね、よくこういうことをね。まあ、失敗は成功のために必要とか、失敗の数だけ人は成長できるっていうことを言ったりしてるんですけど、まあ、本とかね、ドキュメント番組なんか言ったりしてますよね。で、ユニクロの創業者、柳井さんなんかも、成功の鍵には必ず失敗があるというふうに言っていて、ユニクロの成功に関しては短期間でね、なんかこうババババババってこう大きく成長したように見えるんですけど、実態は実は1勝9敗くらいらしいんですよ。で、10回やったら、10回授業でこういうことやろうぜって言ったら9回くらい失敗していると。で、ただしその失敗したものに対して、はい、失敗っていうふうに流しちゃうんじゃなくて、その失敗を次成功に生かすためにどうしたらいいかっていう財産と捉えて次に生かしていこうということを、まあ、行動として取り続けているということなんですよね。ところが、特に会社組織なんかでよくあることなんですけど、別の意見で、あるコンサル会社の人たちなんかは、マネージャーが部下から失敗できるのはもともと信頼、まあ、できる人というか、されている人だけだったりとか、あるいは銀行員の人なんかは、サラリーマンなら成功を目指すよりも失敗しない方が重要だと。そもそも失敗を許す組織なんかないんじゃないのっていう話なんですよね。まあ、確かに、僕は銀行の世界を知らないですけど、半沢直樹なんかを見てるとそんな感じがするんじゃないかなっていうふうには気がします。で、大きな失敗に関しては、個人のキャリアを台無しにして、その人の人生そのものを、なんか不幸のどん底に叩き落とすっていう可能性もあるんですよね。本来は致命的な失敗をせず、会社とか組織が潰れなければ OK なんですけど、まあでも個人の人生を潰しにかかってくるっていう人たちも、とか組織も多くはいるんで、じゃあどうしましょうかっていう話なんですよね。で、原則的に不可能です。失敗をゼロにすることは。はい。で、注意深く失敗の数を減らすこと自体はできるかもしれないです。で、人命のかかった手術とか飛行機のフライトっていうのも、まあ、例えば一人の患者が亡くなってしまいました。で、何が失敗だったのかっていうのを原因を突き詰めていくと、まあ、手術の時間が長くなって患者の体力が持たなかった。じゃあ、技術を磨いて、1分1秒でも手術時間を短くしていこうっていうふうに減らすことはできるかもしれません。ところが、ビジネスの世界は、こういった手術とか飛行機のフライト、気にならないくらいの失敗があるんですよね。で、失敗ありきで物事を考えていこうっていうのが、ピーター・ドラッカーが言ってるんですが、成果っていうのは長期的なものなんですよ。長く見ていかないと、短期的にできるような成果っていうのは成果と言わないということなんですね。で、間違いとか失敗をしない人に関しては信用しちゃいけないよっていうことを言ってるんですよ。で、それっていうのは見せかけでうまくいっているようにしているか、あるいは無難なことにしか手をつけていない、要はミスを恐れてできることしかやらないっていう可能性があると。だから弱みがないことを評価するのはまずいよっていうことを言ってるんですね。で、一方で優れている人ほど多くの間違いを犯すと。で、なぜなら新しいチャレンジに、新しいことにチャレンジする回数が多いからっていうことなんですよね。だから、まあ、有名なところでいくと、エジソンなんかはもう1000、1万の発明をするのにその10倍、100倍の失敗をしているなんか言ったりしますね。チャレンジの数が多いということなんですよね。うん。で、失敗 OK の仕組み作りをじゃあしていくことが大事だっていうことなんですよ。で、失敗っていうのは不可避なんですね。だから組織全体で失敗自体を次に生かす風土っていうのを作りましょうと。で、この仕組みができていて初めて失敗しても OK っていうふうに言えるようになるんですよね。だから失敗どんどんしていいよって、その代わりクビにするけどね、じゃあダメだってことなんですよ。だから例えば、オリックスの役員は全員を失敗経験してるらしいんですよね。で、失敗を3回まで許してるんですよ。だから挑戦する風土が出来上がっていると。まあ野球みたいですね。3アウトチェンジになるまでなら OK ですよっていうことなんですね。ただし、ただ失敗させるだけではアウトです。これが結局社員の心が傷ついてしまったりとか、キャリアそのものがダメになってしまっては元も子もない話になるんで、チャレンジに関する原則、組織として持とうよっていう原則があるそうなので、今日はそれをご紹介して終わっていこうと思います。で、チャレンジ原則っていうことなんですが、大きく3つあります。強みのない場所で勝負させない。市場があるからじゃなくて、顧客がいるからじゃあ挑戦しましょう。で、本業で業績を上げた人に新事業をチャレンジに託すということです。
で、一つ目の強みのない場所では勝負させないということなんですけど、これはそもそも会社が持つ能力とか、会社が勝負している市場、まあ、部活の強みとかも含めてですよね、まあ、例えばバスケットボールなら速攻主体なのか守備力を生かすのかみたいな感じですね。でここにそぐわないポジションで勝負するっていうのがそもそもご法度になるんですよ。これだから手痛い失敗になるだけで次に生かす余地っていうのも探しにくいので、自分とか組織っていうのはどんなことに優れているのかっていうのを探っていきましょうということです。で何かっていうと、例えば開発力が優れている会社なのか、コミュニケーション力に長けている人なのか、リーダーシップが優れている人なのかっていうところで、こういった強みを把握した上で挑戦することっていうのが重要だと。で、これはもし仮に失敗したとしても学習の機会になるんで、強みのない場所じゃなくて強みのある場所で勝負させていきましょうということです。で、それから続いて市場があるから顧客、ではなくて顧客がいるから参入しましょうということです。で、企業の中にはその市場が盛り上がっているからっていう何とも安易な理由で挑戦を履き違えていくことっていうのがあるんですよ。よくあったのがちょっと前ですけど、タピオカとかね、マスクとかっていうところですよね。あるいは個人にもこういうのを当てはまって、例えば、まあ、ビットコインといった仮想通貨なんかですよね。で、これっていうのは市場が盛り上がっているからじゃなくて、自分とかその会社にお客さんがいるかどうかっていうところで目線を移していきましょうということなんですよ。市場はあったとしても自分のお客様になり得る人がいないと長く続けていくことっていうのは難しいんですよね。だから結局成功にたどり着く前に失敗で終わっちゃう、ただの失敗で終わっちゃうっていうケースになるんで、そこ注意したいと。だから自分とか自社のお客さんがいれば、市場があるかどうかないには関わらず、長期で見ていくとファンになっていくので続けていくことができるんですよね。だから市場がなくなってしまうとやめたとか失敗で終わっちゃうんですけど、顧客がいればまたなんか新しい製品とかサービスを作り出していくと、オタクがやるなら続けて買うよとか続けるよとかっていう風になってくれるので、そういった手段を取っていきましょうという話です。それから3つ目、本業で業績を上げた人に託すっていうことなんですけど、チャレンジを誰に託すかっていうのは重要ですよね。で、1つの基準のヒントとして、まあ、本来本業で稼いだその稼ぎ頭に任せましょうということです。で、これは理由が2つあって、社内の信頼感があるっていうのと、人材育成につながるからっていうことなんですね。で、信頼感は何かっていうと、新しいことをやっても成果って見えにくいですよね。で、反対に失敗したかどうかっていうのも測りにくいんですよ。で、社内で信頼されていない人を当ててしまうとリスクが大きすぎてしまうんですよね。だから実績のある信頼されている人に任せましょうと。なぜかっていうと、新しいことにチャレンジして、あの人が頑張っているならサポートしましょう。で、その稼ぎ頭が失敗したとしたら、あの人でもうまくいかないなら仕方ないと、じゃあ次何にしようかっていう風に次に転換していくことができるんですよね。だから失敗のリスクを下げる動きとか、失敗しても寛容な環境を作るためにも稼ぎ頭の人にやってもらうっていうのが一つ手ですよっていうことです。それから人材育成の面では、稼ぎ頭が新事業で抜ければ、元あったその稼ぐためのポジションのところかに関しては、残った人でその穴を埋めるために必死になるケースがあります。で、その子自体が人を育てていくことにつながっていきます。で、稼ぎ頭がずっとその場所にいてしまうと、あの人が稼いでくれるから僕らほどほどでいいかっていうふうに甘えにつながっていってしまうので、確かに失敗はしないんですよ、稼ぎ頭がいてくれるから。ただし、その稼ぎ頭以外の成長も止まってしまう、しないままになってしまうんで、それはそれで組織の機会損失になるということなんで、人っていうのは役割を与えれば責任を全うしようと努力を重ねる本能を持っていますので、ぜひ人材育成にもつなげていこうというところです。はい。で、最後ですね、失敗にはいい失敗と悪い失敗っていうのがあります。で、次に生かすことができるかできないかっていうのが判断基準になるんですけど、どうせするなら当たり前ですけど、いい失敗をしたいっていうところですよね。で、これは当然勉強にもなるし、再発防止やにつながる、まあ、組織や個人も変わっていくというところですね。はい。で、そのためにはチャレンジが重要なんですけど、さっき言った3つのポイントを押さえた組織作りっていうのをしてもらって、要は失敗しろよって先に言ってしまっても、失敗をした時のリカバリーが効く環境が整ってなかったら終わっちゃうんで、個人が。だからそうじゃなくて、まずは環境を整えて、いざ出陣というところからぜひ始めてみるのが重要になってきますよということです。ということで、本日の動画は以上でございます。ちょっとね、まあ、難しい話だったこともけれども、お役に立てれば幸いです。ということで、またお会いしましょう。バイバイ。
本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。